4車線化の工事が進められている東九州自動車道の端に、子どもたちが平和を願った絵などを描きました。建設会社の日本道路が東九州自動車道4車線化開通前の記念イベントとして企画しました。昨日は宇佐市院内北部小学校4年から6年の29人が現在の道路の横に建設されているこうした大橋の長さおよそ14メートル、幅およそ7メートルの道路に色とりどりのチョークで平和への願いや地元の特産品などの絵を自由に描きました。楽しいです。スマイルがあったらみんな戦争もなく暮らせると思ったから描きたいと思ってスマイルを描きました。宇佐インターから院内インターの 4.6 キロでは4車線化工事が進められていますが、供用開始は未定ということです。